プロンプトゥアリーコノムインシギオルムに描かれたユダユダマカバイは旧約聖書属編のマカバイ記に登場する紀元前2世紀のユダヤの民族的英雄シリアの支配下にあったユダヤの独立を達成することになるマカバイ戦争を指導しハスモンアサが開かれるキスを築いたギリシア語名でユーダスマッカバイオスラテン語名でユダスマッカベウスと呼ばれるマカバイは金杯を意味する 名前の由来には、諸説あり、一家に、いくつかの由来を示す。マカバイという名は、戦いの勇猛さ、使用武器に由来して、アラム語で、鉄槌を意味する、マクコバから来ている説。式を挙げる、ウォークライで、でエジプト期の一節15時11分、主よ、神々のうち、誰があなたに比べられようかの頭文字に由来する説。また、ユダヤ教のラビ盲舎シ,シュレイバーは、彼の父、 マッチチャフコーヘンベ弁よチャナンの略語だと記述している。何人かの研究者からは、ヤファワに選ばれたものを意味する、ヘブライ語マクコップやーを短縮したものだという説もある。ユダ・マカバイの勝利、ギュスターブ・ドレガ、マカバイ統治下のユダヤディアドコイの一人、セレウコス一世の建てたセレウコス朝の王アンティオコス四世、エピファネスは、エルサレムを占領すると、エルサレム神殿を略奪し、 ユダヤ教を迫害して、偶像崇拝を強要した。このため、モデーンという町に住んでいた祭司マタティアと5人の息子たちが放棄した。その息子の一人がマカバイと呼ばれた、ユダであった。これ以降の独立闘争をマカバイ戦争と呼ぶ。ユダマカバイは、父が死ぬと、反乱軍のリーダーとなって、弟ヨナタンやシモンと共に、シリア軍と戦い、ゲディラ戦で、 天才的な指導力を発揮した。まず、サマリアユダヤの司令官、アポロニオス、セロンを打ち取った。アポロニオスから奪った剣を生涯、戦場に携えた。アンティオコス4世エピファネスがリュシアスに、ユダヤ制圧を命じると、ドルメネスのコプトレマイオス、ニカノル、ゴルギアス率いる4万7000人のシリア軍が、侵攻してきた。ユダは、ミツパで神に祈りを捧げ、エマオで、 シリアの大軍と激突した。ユダはで、エジプトの時の航海の奇跡を引き合いに出して、兵士を鼓舞し、シリア軍を撃破して、戦利品を獲得した。ルシアスは、自ら6万5千人の兵を率いて出撃したが、ベテズルで大敗を喫し、ユダと一時的に休戦した。シリア側は、宗教的な自由の回復を認めた。ユダはついに、エルサレムを奪還し、 違法人に汚されたエルサレム神殿の聖書を清め、再びヤハワに剣能して中断していた神殿でのユダヤ教の礼拝を復活させた。ハヌカーはこれを記念するために制定された。また、ヘンデルのオラトリオ、マカベウスのユダはこの故事に取材したものである。宗教的な自由を回復したことで戦争は終結に向かうかと思われたが、ユダは政治的独立を勝ち取ることを目指したため、ハシディームなど、 宗教指導者の一部はユダから離れることになった。その後も、ユダマカバイは、シリア軍や周辺民族との戦いに明け暮れる。イドマヤ人、ついでアンモンのティモテオセラと交戦した後、ガリラヤとギレアでのユダヤ人が孤立して、救援を求めてくると、ユダとヨナタンは、ギレアで、シモンは、ガリラヤへ向かった。ユダは、ボソラ、カスフォマケド、ボソルなどを攻略し、ティモテオスも撃破して、 味方を救出し、勢いをと帰還した。この時、エルサレムに残っていたザカリアの子ヨセフ、アザリアは自分たちも先行を立てようと相談し、ヤムニアへ出撃したがゴルギアスに大敗した。ユダはヘブロン、アシュドドも攻略して焼き払った。紀元前164年、エピファネスがイラン遠征中に失意のうちに病死すると、ルシアスは、 王の子アンティオコス5世エウパトルを擁立した。翌年、リュシアスは大祭司メネラオスの要請に応えて再度、ユダヤに侵入し、像部隊を主力として対戦した。ユダの兄弟エレアザル・アウアランは、王の鎧で武装していた巨大な像を見つけると、王が乗っていると思い込み、像を殺したものの、下敷きとなって死亡した。エウパトルは乗っていなかったため、エレアザルの犠牲は無駄となってしまった。 ユダは敗北して撤退を余儀なくされた。エルサレムは包囲されるが、シリア側で将軍フィリッポスによるクーデターが起こったために、リュシアスはユダと和平を結び撤退した。紀元前161年、シリア王にデメトリオス一世、ソテルが即位すると大三死職を狙うアルキモスはデメトリオスに援助を求めた。デメトリオスはバッキデスを派遣し、 アルキモスを大祭司に任命した。続いて、ニカノルが派遣されるが、ユダはカファルサラマ、続いてアダサでニカノルを撃破し、討ち取った。ユダは死者に発光図の子、ヨハネの子、エウポレモス、エレアザルの子や孫を選び、セレウコスアサ、シリアと敵対関係にあったローマと同盟関係を結んだ。シリアに対抗すべく、外交にも目を向けたのである。 紀元前160年1月、シリアは、バッキレス、アルキモスを派遣して2万2千人の軍でエルサレムを目指した。ユダの軍は、脱走兵が続出し、残ったのはわずか800人に過ぎなかった。戦闘を避けるよう懇願されたユダは、敵前逃亡を拒否し、兄弟たちのために男らしく、死のうではないか言った。ユダは、シリア軍との戦闘中に戦死した。兄弟ヨナタンとシモンは、 ユダの遺体を引き取り、モディンに葬った。ヨナタンが彼の後を継いで、ユダヤ軍を指導した。しばしば芸術、音楽で取り上げられており、ヘンデルのオラトリオ、ユダス・マカベウスが有名である。このオラトリオの第58曲、ミヨ勇者はカは帰るは、競技会などの特賞曲として親しまれ、また賛美歌にも採用され、喜べやた,たえいやとして歌われている。出典参考図書。 ありがとうございます。